今回は魔法科高校の劣等生の主人公である柴達也ことお兄様の能力について解説をしていきたいと思います。お兄様は生まれ持っての先天的なものとして魔法演算領域を分解と再生っていうこの2つの魔法にほとんどが占有されていたんですね。ですので通常の魔法師としての才能は生まれ持って持っていなかったんですね。ですので魔法師でなければ四つ葉の人間としてはいられないことから、実の母親である芝宮の手によってというか芝宮が関与していた人造魔法実験によって人工魔法演算領域を植え付ける手術っていうのを当時6歳の時に行いました。この手術の結果お兄様っていうのは魔法を操る力を手に入れることができたんですけれども、しかしですね、一般的な魔法師の持つ先天的なその魔法演算領域と比べて人工魔法演算領域っていうのは性能自体は劣っていたんですね。そのため一般的な魔法師として劣っていたお兄様は、芝美雪のガーディアンとなることになりました。そしてこの仮想演算領域を植え付けて人工的に魔法師を作り出す実験、人造魔法師実験の唯一の成功例っていうのがこのお兄様なんですけれども、この人造魔法師実験の本当の目的っていうのは別にあって、それっていうのはお兄様が生まれ持って持っているこの2つの魔法っていうのは世界の構造そのものを壊しかねないとても危険な魔法なんですね。そんな危険な魔法をお兄様っていう一個人が所有しているんですよね。ですのでそんなお兄様が子供の頃から感情が爆発するとかして、そんなね魔法をむやみやたらに使わないように、危険なので暴発しないようにするために強い道場を司る部分っていうのを白紙化したんですね。ですのでお兄様っていうのはみゆきに対してだけすごい愛情を注いでいるんですね。この2つの魔法っていうのは先ほども言った通りお兄様が生まれ持って持っている魔法でございます。分解っていうのは収束、発散、吸収、放出、この4つを複合した魔法でございます。物体魔法を問わずに全てをそのものが構成する要素にまで分解してしまうっていうものになります。この分解魔法を応用した魔法をいくつか使用します。グラムディスパージョンは魔法式を無意味な三四粒子に分解することができる無系統の魔法になります。めちゃくちゃ簡単に言うと対象にした魔法を打ち消す魔法ですね。続きましてはミストディスパージョンでございます。物質そのものの構造情報に干渉することによって物質そのものを元素レベルの分子に分解してしまう魔法でございます。簡単に言うと人の体とかもミストディスパージョンを使うことによって塵と化してしまうんですよね。このミストディスパージョンの強化版みたいな魔法があって、それっていうのがディープミストディスパージョンっていうものなんですけれども、これは本当先ほどのミストディスパージョンの強化版みたいなもので、ミストディスパージョンを強化して物質を原子、陽子、中性子にまで分解してしまうっていう魔法でございます。続きましてトライデントですね。3段階の分解魔法を一つの魔法の工程として放つ、それっていうのがトライデントでございます。第1段階で標的の領域干渉を分解、第2段階で標的の情報強化を分解、そして第3段階で標的を元素レベルにまで分解してしまいます。続きましてマテリアルバーストです。マテリアルバーストは質量をエネルギーに分解する究極の分解魔法でございます。分解する質量が大きければ大きいほどその威力っていうのは増していきます。単純な物理威力において全ての魔法の中でマテリアルバーストっていうのはダントツで上です。このマテリアルバーストは世界最強の威力を誇る戦略級魔法に指定されています。しかも戦略級魔法っていうのはどれもその一撃で戦況を左右するほどとてつもない威力を誇っているんですけれども、発動まで結構な時間を要するものが大半なんですけれども、その中でもマテリアルバーストっていうのは発動するのが即座に発動することができるんですね。ですので全戦略級魔法の中でも最高クラスの破壊力を持っていて、なおかつ発動するまでの時間っていうのも最速なんですよね。続きましてゲートキーパーです。ゲートキーパーは魔法師そのものを無力化してしまうっていう魔法でございます。対象となる魔法師のゲート自体に仕掛けるもので、ゲートを通過した直後の魔法式そのものを破壊してしまいます。お兄様は対象にゲートキーパーを仕掛ける際にはエレメンタルサイトを使用しております。エレメンタルサイトは後ほど解説します。続きましてアストラルディスパージョンでございます。アストラルディスパージョンっていうのは霊視情報体の指示構造っていうのを分解する魔法でございます。これっていうのはお兄様がパラサイトと戦うときにパラサイト対策として編み出した新魔法でございます。続きましては再生でございます。再生は物体を24時間前までの状態に戻して現実のそれに上書きするものでございます。
この再生魔法っていうのはパッと見だと回復魔法のように見えるんですけれども全く別物なんですよね。一般的な魔法の治癒魔法や修復魔法とは全く別次元のもので治すっていうことではなくて傷を受けたりする前のエイドスっていうのをそのまま持ってきてそれっていうのをそのまま体に輻射するみたいなものになるんですよね。まあ、簡単に言うとバックアップですね。そしてこの再生魔法を応用したものとして自己修復術式っていうものがあります。これは再生の魔法のその派生魔法の一つなんですけれども、まあ、これっていうのは戦闘行動に支障をきたすようなダメージを受けた場合に自己修復術式っていうのが自動的に発動して自動的にその再生魔法を使用して体を治しちゃう、体をね再生させるっていうものでございます。まあ、ですのでお兄様っていうのはいくらね致命的なダメージを受けたとしても自己修復術式が自動的に発動して即座に元通りになってしまうんですね。しかしこの再生の魔法はメリットだけではなくてしっかりとデメリットも存在するんですね。それっていうのは対象が傷を負った時点までの過去のエイドスっていうのを読み取る必要があるためにその対象が受けたダメージによる痛みっていうのをお兄様自身が体感する必要があります。そしてお兄様は自己修復術式が発動した場合はですねその痛みは伴わないんですよね。これっていうのはあらかじめその先ほども言った通りバックアップされていたそのエイドスっていうのをその読み取るためにですね痛みっていうのは感じることはないんですよね。続きましてエレメンタルサイトです。エレメンタルサイトはイディアにアクセスすることによって存在自体を認識することができるようになる能力でございます。これによって周囲の魔法式をすべて見通すことができてなおかつ肉眼で見える相手ならそのものの手の内っていうのをすべて読み取ることができるようになります。まあ、対象となるものを一度視認していればそのエレメンタルサイトのリソースを、まあ、70% ほど割り当てることによって国内のどこにいたとしても見つけ出すことができます。まあ、普段はこのエレメンタルサイトのリソースっていうのを半分ぐらい身内に割り当てています。続きましてフラッシュキャストでございます。フラッシュキャストは洗脳技術を応用した四つ葉家秘匿の技術でございます。記憶領域に起動式をイメージとして刻みつけて記憶領域自体から起動式を直接読み取って起動式を展開そして読み込む時間っていうのを省略する技術がフラッシュキャストでございます。お兄様の場合は仮想魔法演算領域がその埋め込まれているのでそれを利用することによって記憶領域自体に魔法式そのものをイメージ記憶として刻みつけることによって魔法式を構築する時間すらも省略をすることができます。通常のフラッシュキャストだと記憶領域から起動式を読み出して展開そして読み込んでから魔法式っていうのを構築していくんですけれどもお兄様はその魔法式の構築自体すらもスキップすることができるんですよね。続きましてバリオンランスです。バリオンランスはお兄様が分解が効かない相手を倒すために開発した殺傷魔法でございます。トライデントのアタッチメントとして炭素鋼の杭でできたランスヘッドというものを先端に取り付けます。そして使用する際はこのランスヘッドを分解してそれを標的に向かって秒速1万キロで射出します。これを打ち込まれた対象は水分を超高温に熱せられて致死性のダメージを負うことになります。ということで今回は劣等生のお兄様についての解説でございました。お兄様が使っている魔法などの詳細が分かったことによってなぜねお兄様がここまで強いかの理由が分かったかと思います。ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。